ヒューマンストーリー、大阪ロック総支部長伊佐新一。伊佐新一は昭和49年12月10日に生まれました。4歳の時に難病を患うも、周囲の励ましで辛いリハビリを乗り越え病を克服しました。そして家族のために懸命に働く父、看護師として人に尽くす母の姿を通し、多くの人の役に立てる力をつけたいと決意します。猛勉強の末、東京大学工学部に現役合格。卒業後は文部科学省に入省。現場の第一線を経験し、アメリカの大学院に2年間留学、修士号を取得し、中国大使館において日中外交に携わる礎を築きます。日本を政治の力で希望と安心を送る社会に変えたいとの信念で、平成24年、38歳の新人候補として衆院選に初挑戦、初当選を果たします。以来3期8年にわたり、伊佐新一は信念のまま国民のための政策実績を積み上げてきました。伊佐の行動力はこのコロナ禍でも遺憾なく発揮されます。介護や障害者施設で働く方々から相談をいただく中、医療だけではなく介護・障害者施設へも支援の手を伸ばすべきだと声を上げ、最大1人20万円の慰労金を支給することができました。どんな声にも的確に素早く対応する伊佐だからこそ実現できた実績です。ピンチをチャンスに変える、希望と安心の時代へ。これからも伊佐新一は現場の声を形に、力の限り走り続けます。日本は今本当に困難な時を迎えています。でも今こそ、こういう時だからこそ、ピンチをチャンスに日本を大きく変えていきます。コロナ対策にしっかりと取り組んで、そして経済を新しく、また防災対策、新しい福祉政策に全力で取り組んでまいります。皆様の安心安全な暮らし、そして明るい未来の実現を目指して、伊佐や前進、伊佐新一、その先頭に立って走り抜いてまいります。